Welcome to the Gundam Online。 どうも、シルミです。今回、どこだっけ、テキサスコロニー道軍戦という感じでですね、北に行くということなので、北に行きましょう。もうぼちぼち連度10のカラーをつけてる人が出てきましたね。まあ、ただあんま早く急いでやってしまうとなんかそんなにすぐ修正はないんじゃないかっていう気はするんですけども、結局取ってしまったらそれで終わりですからね。やり込み要素としてだからレベル100ぐらいまでだっていいような気はするんですけども、言い過ぎでしょうか。思うんですが、S 早いな。意外と美味しいです。ここのポジション。意外と惜しいです。意外と惜しいです。全然見られなかったという。案外入り込むと分かんないもんですね。正解でした。めっちゃ入り込みましたよ。しかし攻撃する手段がショットガンしかないから、もうそうするしかなかったんですね。だから逆に、逆に構想したんですね。あれがあったらまた話は変わってますからね。そこはもう容赦なく使いますよ。大正解でございました。まあ削りましょう。いるから大丈夫ですね。タイミングいいね。オッケー。ちょっと今の当てなかったの残念ちゃ大残念でしたね。外しすぎだろうけど落ち着こう。お、色かぶった。OK。
いしょ、行ったー。溶けたー。おー、スツルも飛んできた。危ねえ、怖いな。あー、だね。まあ、これじゃ機体に構う必要性はないんですね。時間稼ぎです。完全な、私の機体の時間稼ぎ。これをやってるの。FPS 落ちますな。これ敵プロは。さあ倒してくれ、頼むぞ。マジっすか。あかん。それはあかん。ありがとう。あー、ダメでした。ブーストがちょっと足りなかった。完全に時間稼ぎです、これ。とか言いながらも結構ですね、突っ込んじゃうので時間稼ぎ的にはならない。これ見えすぎだよ、アウトラインで。あ、やべ、死んだかな。死を覚悟しましたけど、なんとか生き残りたいです。よいしょ。あ、死んだ。仕方ない。あ、ここは各こっちでしょ。あ、これ取られたな。見えないんですけど。あ、これ当たんない。まっすぐ飛ばなかったな。さすがに精度あるし。お互い様、クラークラー。
使い捨てましょうかね。使い捨てが楽しそう。さあ行こうぜ。行かないと行かないと、一気に行くのが大事なんだよ。そんなダラダラせずね。死んだ。奇跡は起こるか、起こらないかな。ダメでした。その代わり北取りましたね。やべえ、機体がね、機体がなくなるよ。あれ、こけてるね。味方を撃ってこけた。あとちょっと、おい、ゴッドボーイ、どっから当たった、何当たった、ざっけんな、今当たってねえだろ。今しかも、スナイパーですよ。なよ、今の当たってねえべハハハ。4取れんじゃねえの。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。4取れんじゃ、もういいや。3は、あ、3っていうか7は、さよなら。指揮官からの指示です。甘いんですな。レーダーこそか。だがカメラは生きている。背筋を正して出直してこい。あー、惜しい。できるための負けを認めるんだ。マジか、核いってるし、これ入ったんじゃねえの。すげえな、おい。こういったのか。
終わった。終わりました。そんな感じでございました。はい、終わっちまっただーって感じですね。はい、そんな感じでございました。敵コロの道具、いやーちょっとね、期待どうしようかギリギリだったのでね、迷ったんですけれども、まあ、結果として良かったのかなという感じで、やっぱりここは、うん、その使い捨てです。使い捨ての合間を持たせ、強襲で突っ込み、あとは銃撃の2機、低コスト2機で時間潰しというわけじゃないですけど、敵を潰す、出演も打ってっていう、まあ、範囲が強いんだよね、一番強い。まあ、あとは時々3、っていうかね、3にね、来ないんですよ。なぜ私が北と南に行っているかっていうと、今、それは道具もそうなんですけど、3を取ったら3に攻め込むっていうのが補給艦以外の選択肢がほとんどなくて、それはなぜかっていうと3の兵所戦闘で、格闘が一発でやられちゃうから、私何度かやってると思うんですけども、機体がですね、なくなってしまうんですね。なので、比較的時間を潰せる北と南に分かれる。だから、これで敵が来るようだったら3で私もやるんですけども、来ないのって、戦闘がもう全然勃発しなくて、4いないんですよ。だから4取りに行くかぐらい、最後の方に取りに行ったと思うんですけども、それをするかみたいな感じですね。全然来なくなりました。だから3では戦闘はほとんど起きなくなったので、比較的北南、が主戦場になりつつあるなという感じですね。そう、3はね、割と攻める方が不利なんです。どちらも。3から4、2とか4に行くのも厳しいし、4や2から3に行くのも結構厳しくなっていくので、そうなると、まあ、補給艦で取り合って、みたいな、それで北南メインっていうのが今の敵コロなのかなという感じですね。それがね、格闘一発ゲーなので、運ゲーなので、割と不毛なんですよ、あそこは。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。